それでは F900R、インプレ走行インプレに向かいたいと思います。はい、さて F900R に乗っております。800とかその前の650は乗ったことがあるんですけれども、900に乗るのは私はこれが初めてです。そしてもう本当に予想通りなんですが、今ですね、極低速極低回転で U ターンしたときに、おそらく、最近のですね、まあ、エンジンのテクノロジー、そしてフューエルインジェクションのセッティングというか、熟成が低速時低回転時の、まあ、粘りを生むんじゃないかと思ったら、もうその通りでしたね。今もこの U ターンしますが、なので、そこそこですね、バン区画を保って、でも低回転、あまりトラクションをかけていないという状態でも、不安なくですね、車体をこう維持できるという感じです。意外とですね、このエンジン音というか排気のどこどこ感が伝わってくるような感じでして、まあ、その辺はネイキッドだからっていうこともありますし、あとはそうですね、排気騒音の基準が変わりましたので、まあ、よりレーダーには伝わるような感じに今はなってるんだと思います。はい、粘ります、はい、粘りますって感じですね。はい、もう U ターンも楽々という感じです。で、乗っているポジションなんですが、まあ、これもともとその F650 の流れを組んでいて、まあ、ちょっとこのエンデューロというかアドベンチャーというか、まあ、オフロード系のスタイルから来てるんですけれども、まあ、その30年ぐらいの時を経て、今はですね、どちらかというと、まあ、これストリートファイター系という感じなんですかね。で、運転してる感じは、まあ、そのオフロード系よりオンロードよりというふうに、思うとですね、オンロードよりなのですが、ポジション的には、ハンドルに対してすごくシートが低い位置にあるように感じます。シート高そのものは先ほど足つきインプレをやったんですが815ということで随分高い位置にあるんですけれども、乗ってしまうとですね、逆にこのハンドル位置に対してはシートが随分低いなと思えるような位置関係になっております。R とついている BMW のスポーツモデルはもう大体もう今までずっとですね、そういった特徴があるんですけども、ハンドリングが本当素直なんですよね。で、まあ、強いて言うならこのバンクしてからのこの、立ち上がりに向かって多少リアがですね、どっしりと支えてるなっていう感じはありますけれども、まあ非常にこの特にこの入力のこれですね、ちょっとこうキビキビしてみますけど、よってこの旋回にこの入るこのキビキビさっていうんですかね、この辺がもう優れて、加速気持ちいいいやー気持ちいい、そうなんですよね。あ、やっぱりこのリア周りがどっしりとっていうところがこの加速した時の気持ちよさをですね、ちょっと増してんのかなって感じですね。そしてこの車高がね、意外と高いので、バンクしてるぞ感っていうのがすごくありますね。うまく使うとすごく小回りする感じがいたします。まあ、今ですね、駐車場のコースなんでほんのこの2速3速しか使えてないんですが、なんか割
かしあのコンパクトな車体だし、その振り回せる感がすごいですね。もうめちゃくちゃ気持ちいいですね。こういうあの体が ABS もなんか介入が分かりやすいです。体がこの起きたポジションというのはスポーツライドする上でも、まあ、ツーリングでもそうですけど、やはり疲労軽減というかね、長距離なんかも逆にこのネイキッドですけど、でもあのこの上半身がとても楽に乗ってられるので、これはね結構気軽さっていうのがありますね。ちょっと強めに今度はブレーキをかけていきたいと思います。今結構砂で滑りましたが、よいしょ。分かりやすいですね。足の裏にあの手応えを残しながらブレーキを、割と早めに、まあこれ設定がもちろんできると思いますので、ですけど今あのの走行の状況だと、ちょっと深めに、あ、間違っちゃったとかね、そうなってもあの早めに介入してくれることを、しかも何か足の裏に伝えてくれるような感じの機構になっているので、躊躇なくブレーキ踏めると思います。自分が調子に乗り始めているので、そろそろこの辺でやめておこうかなと思います。いや、楽しいですね。この狭いコース走ってても、やはりこのトルクフル、そしてまたがって走ってしまえばコンパクトな車体っていうのはなかなか楽しいですね。これはもうサイドスタンドどういう風に出すか問題さえ解決してしまえば、これは楽しいですね。もちろんね、あの普通の足の長さの方とか、そうですね、165センチ以上の方であればもう何の、障害もなくですね、パパッと乗れちゃうんじゃないかなと思いますので、あとはこの使い切れる楽しさっていうね、扱い切れる楽しさっていうのはこれで味わうことができるんじゃないでしょうか。ちょっと深めにブレーキを、フロントもねとても穏やかに介入してきます。ということで F900R 堪能してきました。サイドスタンド出せないですね微妙に届かないですね微妙にちょっとそうですね、ちょっと高いほどあ、そうなんですね。もう少し低いのが、あ、なるほど。え、それはシートあんこ抜き的な、ここがちょっと薄いやつですね。これスタンダードのところです。あ、なるほど。
でも乗ってると少し背が高い方が膝がそんなに曲がらなくて楽なんです。そう、なんかすごいコンパクトに感じて、なんかもうちょっと調子に乗り始めたのでやめとこうとか言いながら。そうなんですね、シート高は低いのがあるそうですじゃあそれだったらきっと私もサイドスタンドが出せると。はい。